超話題のランボルギーニウルス徹底インプレッション。はい、ゲストをご紹介しましょう。初音ミク AMG 片岡達也選手です。よろしくお願いします。お願いします。いや、ランボルギーニが作る SUV ですから、ええ、はい、まあ、相当興味ありますよね。これはどんな、ね、車に仕上がってるのかなっていうのが。ランボルギーニウルスがついに日本上陸。今最もホットな最新 SUV を徹底解剖するのは GT プラスのロードインプレッションに欠かせないご意見番、スーパー GT300 クラスで戦う片岡達也。最近スポーツカーメーカーが、ええ、この SUV をどんどん作ってるじゃないですか、はい、これなんでなんですかね。 SUV っていう、まあ、入り口を広げて、はいはい、まあ、結果それがこうブランドイメージの構築、はい、そしてまあ実際にそれで一番成功したのはポルシェ、はい、カイエンで大成功からのマカ、マカで結果911の評価がゴンと上がるみたいなですね、はい、アストンマーチとかも出てくるそうなので、はい、まあ、やはりあのこの今カテゴリーが熱いと思います、はい、スーパーカーの代名詞ランボルギーニが満を持して作り上げた SUV ウルス、その実力とは。今回はかっこよさ、ファミリーでの使い勝手、走り、車からあふれるワイルド感、コストパフォーマンスの5項目でその未知なる実力を徹底チェックしていく。おわおさらに後半は1000万超えの高級スポーツセダン対決、最新のアウディ A7 とレクサス LS500H を買うならどっちの目線でガチ比較。高級感が、はい、高級感ですよね、うん、これですごい、はい、昨年10月に日本に上陸したランボルギーニウルス、価格はおよそ2800万円。4リッター V8 は650馬力を発生、四輪を駆動し0 100キロ加速は 3.6 秒というスーパー SUV だ。とりあえず、はい、ハイエースと並べてみました。おかしいでしょこんな比較初めて見ましたよ僕は。ただハイエースより長い、長いですし、もう幅ももちろんありますから、なんと全長5メーター超え、全幅も2メーター超えと存在感も抜群。かっこよさはね、結構これもシンプルに、もうまず顔なんて、はい、めっちゃかっこいいじゃないですか。好みもありますしね。でも好みじゃないですかこれ。いやいや、僕は好きですけど。いや、これなの、アスカちゃんは。いや、私はあんまり好みじゃないです。言うな。そうか、言うな。ちょっとこわもてな感じなんですよ、ね、だから女性からしたらもうちょっと柔らかい方がいい。そしてちょっと後ろ行くと、はい、若干僕ね、ここら辺がですね、はいはいはい、ここら辺だけをくり抜くと、はい、なんか知ってるなこの車みたいなデザインではあるんですよ。例えばトヨタ CHR だとか、はい、ここのラインが多分流行りがどうしてもそこに行くとみんなここの、このライン同じ感じになっちゃうのかもしれないんですけど、さあかっこよさどうしましょうね。これちょっと分かれるとこですよね。5点はちょっとないですね。5点はないですね。 3.5 から4。なんで点5が出てくるんですか。 3.5? 4は上げすぎな感じなんですか。いや、4かな。じゃあ4にしましょうかね。4に。フロントマスクは印象的だが、リアがちょっと物足りないということで、かっこよさは4点。では続いてファミリーをチェックしていきたいと思います。はい、こちら。ファミリー、家族で乗ります。相当な家族ですよ、もう。まあ一応 SUV なんでね。まあそうか、そこチェックしていきましょう。前見ていきますか。でもなんかすごい戦闘機みたいになってるんですよね。そう、ロボットみたいにね。ロボットみたいなやつ、何これ。見るとちょっと魅力的に感じてしまう、はい、だけどやっぱファミリーなんで、はい、これ見てください。なんすか。マッサージついてるシートに。嘘でしょ。マッサージこうすると今ここにマッサージ機能今動いてます。背中がビュンビュンっつって、なんかマッサージされるんですか。マッサージされてます。今背中がこう、え、あ、弱っ。嘘でしょ。これ強さあるんですよね。最強です。嘘でしょ。ファミリーカーのはずですが、後ろが2席しかないです。4人乗りですか。4人乗りです。え、なんで4人乗り。はい、4人家族用です。試乗するモデルは後部座席にもセンターコンソールを配置した4人乗り仕様。気になる広さは。
がありますよ ね頭近いし、はい、窓も狭い、窓もね小さいし、ただあの一応この車はリアシートもリクライニングとか動かせるんですよ、横のスイッチで、あ、本当だ、あ、ちょっとさっきでしたこれ以上いかない、もうマックスいってました、はい足元に余裕はあるがヘッドクリアランスが少ない、ゆったりはしてるか。さらに荷室は後部座席が前に倒れないためスペースを広げることができず、ゴルフバッグは斜め置きでギリギリ入る広さ、ファミリードは厳しめの2点という結果に。さあここからはいよいよ走りを見ていきたいと思います、はい、いよいよ、これ GT ブラスで一番大事ですから、大事ですね、エンジンかけますよ、おおおお、期待高まりますね、期待高まりますね、いいですね、いいわ。マッチョなウルスは6つの走行モードで制御される。サーキットから雪道、砂利道など様々な環境に対応、なんと砂漠モードも備わる。アラブの王様好みなのか。まずは最もソフトなストラーダモードでスタート。あストラーダでも、いや、やっぱすごい650馬力。そうですね、いや、馬力はやっぱ感じますよ。おお、まあ、じゃあちょっとスポーツを飛ばしてこのコルサ、これ6段階あるんですけど、まあ、これいわゆるサーキットモードみたいな感じですね、はいはい、まあ、これでちょっとアクセル踏んでみると、おおおおおおお、なるほど、はいはいはい、だいぶこう加速の仕方とか音がなんかもうフロントがちょっと浮くんじゃないかと思うんですけど、まあ、ハンドリングも少しシャープになって、すごくあのシャーシ剛性も感じられるし、はい、この SUV 特有のこう高さや重さも感じないので、うん、確かにこうなんかロールしたりはないですね。ないですよね、すごく安定してて、車がこのプラットフォーム自体は97とか、はいはい、97とか、はいはい、カイエンと同じプラットフォームを使ってるので、はい、まあ、基本的にはこうその、まあ、データが蓄積されてるせいなのか、まあ、非常に運転した感じはマイルド、ファミリーカーでドライブしてるような印象を受けるんですね、はい、果たして走りの点数は。助手席の方が荒々しく感じる。これは僕なんかね結構好きな感覚ですけどね乗りやすいんだけど、ね、その踏んだ時になんかそれなりにこうやっぱりもちろんね、まあ、パワーありますからね、パワーあるし、これで十分こう楽しく、はいはい、すげーって思えるんで。どうですか走り。走りね、これ難しい、だから走りとワイルドさがあるから。そうですね、走りっていうね、シンプルにピュアに言えば、はい、いいですからね、走りはいいですよ、はい、走りはね、俺5を上げてもいいんじゃないかなと思うんだよね、はい、走りが5、うん、5点、満点を上げ、はい、ワイルドどうですか。ワイルドはね多分もう3とかね。そうですね、うん、意外と普通。普通。走りが5点、ワイルドさは3点と見た目とは真逆の意外な結果となった。最後にコストパフォーマンスですけれども、はい、これまあ2800枚でこのオプションもついて、はい、まあ、今回は3000枚超えしてるわけですよね、まあ、正直ちょっと高いなと。そうですね、はい、もう1000万安ければ、うん、結構安いですね結構安いですね、他のこういう、まあ、スーパー SUV の値段とかパフォーマンスと比較しても、はい、気持ちお高めなんじゃないかなと。うーん、5点満点中 2? ランボルギーニウルスはコスパは低いが走りは高評価という結果に。気になるのは砂漠など過酷なオフロードでの実力。こちらもきっと素晴らしい走りを見せるに違いない。続
いては1000万超え高級スポーツセダン対決、アウディ A7 対レクサス LS500H 買うならどっち。イエーイ。さあこの2台を見ていきたいんですけれども、はい、これね、あの本来ならば LS500H、はい、でアウディだとやっぱりライバルは A8 になると思うんですよ。そうですよね。ただ今回このレクサスの方は F スポーツを用意したので、はい、ならば番組的にはあえてこの A7 で戦わせてみようかなと。ほうほう、なるほど、ということですね、はい、それなら納得します。レクサスのフラッグシップラグジュアリーセダン LS500H、 最先端の安全技術や快適装備が搭載され、価格は1310万円。今回は専用装備をまとい走りを追求した F スポーツを用意した。対するのは1058万円のアウディ A7 スポーツバック。こちらは5ドアハッチバック。A7 はポルシェパナメーラ、メルセデスベンツ CLS といったライバルとの激しい競争の中磨かれた1台。 LS よりおよそ400キロ軽く、これによる軽快さで F スポーツの走りに対抗する。比較項目はかっこよさ、最先端、高級感、走り、コスパの5つ。果たして買うならどちらが正解なのか。さあ第一印象ですけれどもいかがですか。 LS の方はもうちょっと出て1年ぐらい経っているの で、ね、まあ、見た目としてはまあこうちょうど慣れてきた頃、ちょっとこうフェイスリフトもしていて、はいはい、前よりもスポーティーなんですよね、デザインが。で逆にアウディはなんかまだ、秋に出たばかりの、はい、まあ、新型ということなんですが、はい、トラディショナルなデザインですよね。ついてます。どっちもまあもうラグジュアリー、ラグジュアリーで、はい、A7 結構癖ありますね、後ろのデザイン。うん、テールランプのデザインも全体的に A7 は割とすっきりしてますね。すっきりしてますね、はい。ハッチバックの A7 はルーフラインがシャープ、対する LS はセダンなのだがモデルチェンジを受け、こちらもすっきりしている。僕的には、はい、LS の方がかっこいいかなと。 LS、はい、だけどまあ5点じゃないかなと。レクサスを4とするならば、まあ、その差をつけるためにもアウディは3かなっていう。なるほど。どうですか。僕はもうここはもう同点スタートでもいいかなと思ったから3-3でもいいかなって思ったんですね、はいはい、ちょっと片岡さんはやっぱりあのレクサス寄りの寄りちょっと寄ってますから、ね、若干寄ってますから寄ってる。ということでかっこよさはどちらも3点。続いてアウディ A7 の最先端をチェック。あら、あら、まずパッと座って思うのは何もない。そうですね、本当だ。まあ要はタッチパネルなんですよね、全ては。いはいはい。でこれ今ナビのモードなんですが、目的地を、検索するときにですね、普通はここあ行とか家行じゃないですか。はい、あ打ってこう、はいはい、いろいろやめんどくさいですけど、これはもう手で自分の行きたいところのある程度キーワードを書いてもらえればですね。え、今書いてみていいですか。まあ、書いてください。あ、ビス、はい、エビス来ました。でこれでまあ OK するとですね、あ、来ました、来ました、エビス駅、はい、エビス駅来ました。すごい、楽しい。これは最先端ですね、はい、お金だって見たことないですよ今まで。なんとナビの文字の入力は手書きでも OK。 これなら地名の検索も便利で早い。さらに高度な運転支援システムを可能とするカメラや超音波センサーが22個も備わっている。最先端は文句なしの5点満点。さあ続いて高級感をチェックしていきたいと思います。はい、はいはい。まあ、さっきあの前の方は最先端で見ましたから、はい、ここでちょっと後部座席からのチェック行ってみたいと思います。わ、はい、かりました。あ、まあそうね、高級感か。
そんなにすごく広いわけではないじゃないですか、はい、だからそういったところでのこのなんか余裕というかゆとりみたいなのも感じないは感じないので、まあ、何も悪くはない、はいはい、もちろんそのだけど高級に見せようとしてないですよね。 すごい僕は今高級車に乗ってるなっていう感覚ではないかもしれないです、うん。インテリアはすっきりとまとめられているが高級感は感じられず3点。あ、来ました。ちなみに荷室はハッチバックなので開口部が広く、後部座席を倒せば収納力は抜群。この点ではセダンの LS より使い勝手はいい。では対する LS500H の、はい、最先端見ていきたいと思います。インテリアはご覧の通りスイッチ類が多く、 A7 に比べ最先端な感じはしないが、車の機能というよりは、まあ、レクサスのおもてなし的なところでですね、はい、オーナーズデスクというのがあります、はいはい、まあ、なので目的地をこう探したい時にですね、オーナーズデスクにアクセスをするとですね、はい、接続してオペレーターが対応してくれます。レクサスオーナーズデスクです。トヨタ自動車様、本日はいかがいたしましょうか。箱根の方の、ちょっとお寿司屋さんを、はい、に行きたいんですが、何名様でご利用でしょうか。3名で。大人の方3名様でございますね。はい、はい、カウンターや小上がりなどご希望はございますでしょうか。特にあの希望はないのでお任せいたします。むちゃくちゃ丁寧じゃないですか。いや、めちゃくちゃ丁寧。途中からなんか罪悪感しかなかったんですけど、いや本当すごいですね。結構コンシェルジュですもんね。そのまあ高級感、はい、最先端というか、はい、高級感が、はい、高級感ですよね、うん、これですごい、はい、後部座席にもミラーがあるなど女性にも嬉しい装備が充実。細部にわたり高級に見せる演出が施されている。後部空間も LS の方が広い。最先端では A7 が上、高級感は LS と評価が分かれた。となると気になるのは走り。僕あの A7 は走りいいと思いますよ。あれ、なんすか、あれ、え、そっち寄りですか。いや、そうなんですけど。アウディ A7 対レクサス LS、走りの評価は驚きの結果に。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。買うならどっち、1000万超え高級スポーツセダン対決。続いてはアウディ A7 の走りをチェック。パワーは340馬力で4輪を駆動。走行モードは燃費重視、快適性重視、オート、パフォーマンス重視の4つ。加速を助け燃費向上に役立つマイルドハイブリッドシステムが採用されている。コンフォートモード、はい、コンフォートモードで、あ、でも意外と出だしが軽い。あ、そうですか、はい。なんか伸びてく感じがする。なんかあのトルクがすごい徐々にグーンって押し出してなんかすごいトルクが強いですね、はい、力があるかなって気がしましたね。ちょっとダイナミックを試してみましょう。おーおー、足がかなり硬くなる。全然ゴツゴツする。その代わりその前にやってふわふわした感じは出なくなって、はいはい、すごい硬くはない、まあ、元が多分相当やっぱりこうしなやかなんで、はい、まあ、多少それを硬くしても別にその乗り心地が悪いっていう、はい、今の継ぎ目なんかもね、多分この継ぎ目もだけど全然、はい、全然問題ない、まあ、でもいわゆるこのちょっと高級車、大きい車格なんですけど、はいはい、まあ、ミドルクラスのようなハンドリングですね、はい、軽さが。走りは軽快で乗り心地も申し分ない。これは高評価が期待できそうだ。ただなんか高級車にはもう少し癖が欲しいかな。あ、これをわざわざ1000万出して買うその理由が欲しいんですよね。
個性みたいなことですよね。そうです、個性、はい。まあ、もう少しなんかパンチが欲しかったなっていうところの4点かなぐらい思うんですけどね。そうですね、僕もそれぐらいで、だからちょっと退屈しちゃうかもしれないな。いい車なんですけど、いい車ゆえに退屈かも。走りは4点、コスパは高級感が薄いことから辛めの3点に。対する LS500H は後輪駆動のハイブリッド、エンジンと電気モーターにより最高出力は359馬力。この F スポーツは優れたハンドリングと快適な乗り心地を実現しているという。走行モードは5段階で選択可能となっている。まずはノーマルモードで行ってみましょう。静か。でも踏むとハイブリッドなんで、まあ、ただそこまでの加速感はないですからね。そうですね、遅れてきたかなと。これで逆にスポーツモード S プラス、これにしたらどうなんだろうな。変わらないですね、加速感。音だけですね。はい、あと音がちょっと良くないですね。なんかウィーンウィーンっつってて、パワーユニットに関してかなりこうちょっと弱いというか迫力はないですね。さっきの A7 もマイルドに感じたけど、多分順番が逆だったらあっちは結構パワフルに感じたかもしれないですね。後部座席はどうですか、これ。今後部座席は乗り心地いいです。いいですか。いいですね、うん、やっぱり G 感じにくい、疲れないですね。ああそう、やっぱシートが違うんだろうね、うん。では F スポーツが追求したという旋回時のハンドリングの印象は。別にこのコーナリングに何か不安要素があるとか、全く走りに不安要素はないんですけどね、はい。乗り心地は申し分ないが、走りの楽しさという点では3点。 A7 に比べ価格が高いことからコスパは厳しめの2点となった。1000万超え高級スポーツセダン対決、走りと最先端で上回るアウディ A7 か、高級感のレクサス LS500H か、買うならどっちだ。アウディ A7、 そして LS500H、 買うならどっち、札を上げてください。どうぞ。ちょっと1000万超え高級スポーツセダン対決、アウディ A7 対レクサス LS500H、 買うならどっちだ。札を上げてください。どうぞ。いや本当に走り以外、はい、加速性能を除けば高級感というか、まあ、所有する喜びという部分でいうと、まあ、やっぱこっちなのかなと。自分が運転するのにやっぱこっちの方が楽しいかな。そうですね、運転っていうんですね、僕はどっちかというと見せびらかしたらこっちの方が見せびらかしたいかなっていう。高級感だから本当にこの2台の買うならどっちは、ちょっと難しいですよ。迷いましたね。若干違ってましたけど、ついにスープラ GT マシン登場。東京オートサロン2019速報。東京オートサロン2019、ワクワクする最新カスタムカー、そしてスープラ GT マシンやドライバーの移籍情報など、他では聞けない特ダネを徹底取材。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。最新カスタムカーの特ダネをスクープ。